陽全徳は、新末民発の軍人、北京政府、安ン派に属した。字は、起動。北洋部美学堂第11期を卒業し、囲碁新立陸軍で軍歴を重ねた。1904年に、第二陳第五表、しめに満る。1906年に第四陳第七、京京、等、1908年に、石膏新軍根制京京、等、1910年に、 石膏第41教教党、1911年に第4陳第7教教党と歴任している。中華民国成立後、軍政改組に伴い、第4鎮は第4市に改組され、楊全徳が同市長に昇進した。1913年9月、チャンス松江鎮守市に就任する。1915年11月、上海鎮守市を残高県任処理する。 まもなく将校森軍試験チャンスユ軍迎弁に転じた。その翌月に、遠政外が皇帝に即位すると一等白に封じられている。遠政外死後、陽善徳は、弾祈随率いる暗記派に属した。1917年1月、石膏徳軍に任命される。弾が大総統、霊元広士により国務総理を罷免されると、弾を擁護するために、陽は、 石膏症独立を宣言した。同年7月、団の復権とともに、そのまま独立を取り消している。1919年8月13日、在任中に病没。去年47、翌日、北京政府から陸軍上昇を追贈された。ありがとうございます。